朝鮮民主主義人民共和国国務委員会は2016年6月29日に設立された朝鮮民主主義人民共和国における国家主権の最高政策指導機関委員会を司る国務委員長は北朝鮮の元首であり憲法では北朝鮮を代表する最高指導者と規定される現在金正恩がその地位についている 2016年6月29日に開催された第13期最高人民会議第4回会議で憲法が改正され、それまでの国防委員会に代わって新設された。国防委員会は第2代最高指導者、金正日の執権時代に掲げられた戦軍政治の思想のもとに重要視された最高国防指導機関だったが、新たに設置された国務委員会は改正憲法により、 最高政策指導機関と規定され、軍事に加えて、外交、経済などの国家全体に責任を持つ機関として位置づけられた。これにより、初代最高指導者、近日生の執権時代に国家主権の最高指導機関とされていた中央人民委員会を頂点とする政治体制に近くなったものと分析されている。また、国防委員会の構成員は主に、 朝鮮人民軍の軍人で占められていたが、新設された国務委員会では、軍人よりも朝鮮労働党の党人が徴用されている。このような組織改編は、2011年12月に、金正日が救世したのを受けて、第三大最高指導者となった金正恩が、父親の正日が残した威嚴から出して、改めて、金正恩体制の確立を内外にアピールしたもので、 あると分析された。その一方で、国防委員会は、近日生の死後に、大量の合社を出した1990年代の苦難の抗軍の時期に強化された一種の非常、管理体制であり、国務委員会への組織改編は、非常事態が一段落し、社会主義体制による正常な国家に戻ったことを、アピールしたものとも分析された。また、 金正恩が最高指導者に就任した後に行われた軍事的な決定は国家機関の国防委員会よりも党機関の党中央軍事委員会で下されることが多くなっており党の役割が最強化されたと言われておりその分析を裏付けるように国防委員会が廃止されて党人が多く参画する国務委員会が設立されたことになる国防委員会の参加機関であった 人民武力部、人民保安部、国家安全保衛部は、それぞれ部から省へと格下げ改編され、国務委員会の参加機関となった。さらに2019年4月の憲法改正により、委員長は国を代表するとの文言が付け加えられた。これにより、名実ともに、金正恩が憲法上も国家元首と位置づけられ、2021年には委員長の英語表記が、それまでの ザ・チアマン・オブ・ザ・ステート・アフェアーズ・オブ・ザ・デモクラティック・ピープルズ・リパブリック・オブ・コリアから、ザ・プレジデント・オブ・ザ・ステート・アフェアーズ・オブ・ザ・デモクラティック・ピープルズ・リパブリック・オブ・コリアに変更された。ただし、外国施設の信任状及び召喚状の設置などの、儀礼的な国家元首の業務は、従前通り最高人民会議、常任委員会委員長が担っている。 国防委員会から国務委員会に変更されたことで委員会と委員長の役割と職権が変更された。以下に主な変更点を挙げる。なお国家の最高指導者としての委員長の職権のうち国家の全般事業を指導する委員会の事業を指導する他の国と結んだ重要条約を批准または廃棄するについては変更がなかった。 2019年憲法における国務委員長の職権は以下の通り。ABCDE、北。連合ニュース。2016年6月30日閲覧。ABC、金正恩氏。国務委員長に就任最高人民会議。独裁体制強める。日本経済新聞。2016年6月30日閲覧。ABC、国民日報。 2016年6月30日閲覧。中央人民委員会の委員長は国家主席が兼任。国家主席には金日成がついていた。金正恩氏、国務委員長に、党国家とも最高位。毎日新聞。2016年6月30日閲覧。朝鮮労働党大会、設計図なき体幹式金、与えただし、中央委員人事の意味。 ザ・ハッフィングテンポスト、二千十六2016年6月1日、閲覧。北朝鮮、保衛部を保衛省に、格下げ等は日報2016年8月16日、北朝鮮が憲法改正、金正恩氏は国家元首に引く外交活発会の意思示唆。ブルームバーグ .co.jp。ブルームバーグ。 https://www.bloombarg.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ2019-07-11スラッシュ puhh7-by6jijup012019 年7月12日結論ねなら朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法。朝鮮民主主義人民共和国外国文出版社。 2019年7月12日閲覧。キム・ジョンウン氏の肩書きイコール英語表記を、プレジデントに変更イコール北朝鮮。ワ、wow, ウ、コリア、https コロンスラッシュスラッシュ s.wowkore8.jp、e、スラッシュニューススラッシュリードスラッシュ288471スラッシュ2021年2月18日閲覧。この条文により、 国務委員会委員長は朝鮮民主主義、人民共和国の原始とみなされる。最高人民会議第13期第6回会議、朝鮮中央通信、2018年4月12日配信、北朝鮮で最高人民会議開催、金正恩氏は出席せずデイリー・ NK ジャパン、2020年4月13日配信、14号に、労働新聞、 オリジナルの2021年10月1日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .ph スラッシュ a t u b s 2 0に1年9月30日閲覧14号労働新聞オリジナルの2021年10月1日時点におけるアーカイブ https://archive.ph/ozbmt2021 <ッ>年9月30日閲覧。ありがとうございます。